9月になりました。今日初めてベイ FM を聞いているというあなた、4時からはザ・ベイライン、4時台は気になるエンタメ情報をピックアップ。これを聞けば今がわかります。あなたが気になっている芸能ニュースは何ですか？皆さんからの初メールもお待ちしております。4時からはバズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあこの後4時からですが、ザ・ベイラインです。バズーカ山寺さん、岡田ロビン翔子さん、はい、はい、バズーカ山寺と申します。岡田ロビン翔子と申します。新年度ですからね。新年度ですからね。改めて、千葉に引っ越してきたっていう方もたくさんいらっしゃいますからね。そうですよね。一途に引き続き我々のザ・ベイラインも聞いていただきたいと思いますが、はい、うん、そうですね、あの4時台は皆さん気になる芸能ニュースを送っていただきたいんですけど、5時台、はい、DJ の挑戦状ということで、 DJ の挑戦状、 DJ へ の、ね、DJ の挑戦状、うんうん、これ広げてということで、あの DJ2 人に話を広げてほしい、あなたのエピソードを送っていただきたいなと。何でもいいってことです。そう、で我々はあの選んだら知らないって言わずに広げるっていう話です。絶対すごいそれ、はい、力を見せつけます。ロビンが、それすごい、ロビンが、ロビンが、皆さんアドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。待ってます。はい、じゃあこの後よろしくお願いします、はい。ロビンがって言った後に私じゃないと、お互いこうなすりつけ合ってるのがいい感じでしたね。この後はザ・ベイラインでお楽しみください。私とはまた来週の月曜日ということになりますね。月曜日の午後1時にまたお会いしましょう。じゃあね。さあ今日の一途いかがでしたか。ラブパワーステーション78。時刻は4時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。はい、4月4日でございまして、はい、今年度初のこの、ま、水曜のザ・ベイライン。そうですね、ま、もうね、もちろんあのやってますけど、すでにね、水曜日初めてということで、改めて私バズーカ山寺というものでございます。皆さんよろしくお願いします。改めてね、私も岡田ロビン翔子と申します、うん、このコンビでね、はい、もうあれですよ、山寺さん、はい、今日でこのコンビになってから4年目らしいですよ。そうなんですよね。早い。ですからこのオープニングテーマもこう変わりまして、まあ、これは月金で共通ということでね、はい、月曜から金曜このテーマでいこうということで。そうなんです。私ね、いつものように今年度もね、あのロビンさんのなんか作り話みたいなフリートークがね、はいはい、あるのかと思って準備してたらですね、いきなりテーマ流れたからあれと思ったら、ずいぶんね、散々打ち合わせしてんですよこの番組。一言も誰もそのこと言ってくれないから、いや、ある意味そ、ね、緊張感があるじゃないですか、そっちの方がね。この後も一応ね、軽くこういう風な流れでいこうってなんですけど、わ、はいはい、かんないよね。なんか打ち込んでくる可能性あるしね。可能性ありますね。まあ、私はもうこの、まあ、え、なんですか、何か言おうとしました。どうぞどうぞ。大丈夫ですよ。ロビンさんとは4年目ですけども、はい、私は、まあ、あのベイライン、55から始めるともう20何年、もう何年やってるか分かんないぐらいやってるんですけど、山寺さんは1993年からやってるんですよ。私がボストンで生まれた時からこのラジオをやってる。 あなたが生まれた時、そう、そんなね、ジェネレーションギャップのある2人でお送りしてますよ。そうですね、初めてという方はね、なんだこいつだと思うかもしれませんけれどもね、今お話出ました通り、岡田ロビン翔子さんはボストン生まれのロス育ちということでね、ぜひね、あの4月から聞いてくださる皆さんにね、うん、英語で挨拶をね、ぜひしていただきたいと思います。Oh! Hello everybody! My name is Robin! Exciting! はい、もう大丈夫です。ありがとうございます。ね、こんな感じなんですね。英語はどっかに置いてきちゃったっていう。置いてきちゃったのね。残念な、残念なハーフって覚えてもらえれば。そのうち覚醒するかもしれないね。急に饒舌に英語を語り出すかもしれない。 そんな瞬間もこのぜひ水曜日の3時間の間にやっていただきたいと思いますけども、楽しんでいただきたいなと思いますよ。さあ、それじゃあ今日のメニューを紹介しましょう。4時台気になるエンタメ情報をチェックするバズった山寺っていうコーナーあるんです。はい、いろんな気になる芸能ニュースとか新製品とかイベント、まあ、スポーツも合わせてこのエンタメって言ってるんですけどね、うん、それでいろいろピックアップしますけども、皆さんも気になるエンタメ情報なんかありましたら今すぐ教えていただきたいと思います。はい、初めての方のメッセージ送ってくださいね、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。そしてツイッターをやってる方はぜひハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。あのだから今日はね、あの初メールですっていう方はね、どんどん紹介していこうと思ってますけども、ね、うん、だから初じゃない方も初メールですってラジオネーム変えたらね、一瞬そういうのダメ、そういうのダメ、山ちゃん、皆さん常連の方もね、ぜひもちろんもちろんどんどん読んでいきますから、もちろんですよ、ということで今日の5時台、5時台はこちら、 DJ への挑戦状、これ広げてというのにいきたいと思います、うん、これですね、もう皆さんは自分の興味のあることをとにかく何でもいいからメッセージ送ってください。そう、
でそれに対してあの私がそれをチョイスしたらロミさんどうですかって言いますから、はいはいはい、ロミさんはそれ知らない話題でも必ず広げなきゃいけないと。いやこれ結構怖いですね。この皆さんの趣味とかお仕事ですごい専門的なことでももしそれをね片方が紹介したらどうですかって振ったら相手はもうどっちかはそれを広げるという。絶対広げなきゃいけないですね。知らないとか興味ないとは言わないという。いやでも皆さんの興味ないことを広げるということです。これちょっと私不利ですよね。なんでですか。山田さんの方が長生きしてますからいろいろ知ってるじゃないですか。だいぶねバイオラあなたのお父さんお母さんと私同い年ですからね。そうですよ。だからちょっと不利だなと思いつつでも考えてみてください。あなた20代だから知らなくても恥ずかしくないけど僕知らないと恥ずかしかったりするじゃないですか。そうだね。だからそういう意味ではねあのトン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 ゴブゴブっていうかねですよ。まあでも楽しみましょうね。そうですね。皆さんとにかくメッセージを。もう優しいのでも意地悪でも OK でございます。何でも OK ですよ。メッセージこれ広げて何でも OK です。送ってください。そして6時台はこの人街の面白スポットに進出します。この人はもう本当に物知り何でもしてますからねマシカの DJ しまちゃんしままらゆきお登場でございます。今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきお、はい、しまむらゆきおでございます。はい、私もですね、うんうん、あのスタジオ飛び出して街角 DJ になりまして丸3年4年目に突入しましたよ。そうですか、うん、ねえ、いろんなとこ行きましたけど、山ちゃんでもベライン長いっていうのもベライン5号から知ってましたけど、ええ、セブンスリー5号忘れてますよあ、そうだった。あれですか。セブンスリー5号があって、ベイライン5号があってザ・ベイラインか。そうでしたね。一緒にやってましたからね。あなたも散々やりましたもんね、はい、だから僕もほらベイラインにはギリギリぶら下がってるんで何でしたね。ぶら下がってきました我々。ということでございまして、うん、はい、今日何もう何でも知ってるんでしょ2人は。もちろんですよ。もちろんですよ。もちろんですよ。なのでね、6時台は聞いただけではもう何が何だか分からないメニューをレポートしながら二人に話を広げてもらいたいと思います。何だか分からないメニュー、ええ、もうメニュー聞いただけでも全然分からないけども、メニューが変わってる店行くんだな、ええ、もう全部知ってる体で、あ、手じゃない知っててください分かる分かる、大抵のもの食べてっから、ね、そうですよね。世の中の食べ物ほとんど、だってここからでしょ言っても、はい、今日日本からね4月からいきなり海外とかないでしょ、うん、え、大丈夫です、奈良市の市でございますからそうすか、ちょっとヒントくれ、分かりました。22度です。22度、はい、ね、南西の風8メートル。8メートルって大体どれぐらいですかね。8メートルってはね、だいたい旗がですね、うん、軽くただびくぐらいですね。結構強めにただびいてます。そうだよね。6時です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう本当ですよ。もう知ったかぶり放送ですからね。初めて聞いたやつらこいつら感じ悪いなって思われないようにね、ね、頑張りたいと思います。はい、ということで、そして6時台は今日の運勢報告会ということで、今日のあなたはどうだったのか、大吉吉凶大凶の4つのうちどれに当てはまるのかと、そのエピソードを皆さん教えてください。自己判断で一つねお願いしますよ。大吉吉凶大凶の4つでございます。はい、内容盛りだくさんでお送りします。この時間は気になるエンタメ情報今すぐ皆さん送ってください。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。さあそれではね、4月一発目の水曜ザ・ベイラインですけどもね、今年で没後 20年を迎えたヒデのナンバーからいきましょう。4月28、29とお台場特設ステージにてメモリアルライブを行われます。ヒデウィズスプレッドビーバーロケットダイブ。ヒデウィズスプレッドビーバーのロケットダイブについては、今年デビュー30周年を迎えるビーズ、有楽町インフォスでは、そんなビーズの30年の、足跡をたどった展示会が開催されるなど、まあ、いろいろな催し物でファンを魅了するということです。お送りしたのはビーズウルトラソウルでした。ここでスペシャルプログラムのお知らせです。4月30日月曜振替休日のお昼1時からは URM プレゼンツイットスプリングフェスティバル、いわゆるの八千代大店特設会場から平日お昼の人気ワイド番組ベイ FM イットの DJ 春原由紀さんが豪華ゲストと一緒にあなたに笑顔を届けるスペシャルな公開生放送です。気になるゲストは、この4月からベイ FM でレギュラー DJ を務めるシンガーソングライターセレイナ・アンさん、話題の3人組ダンス&ボーカルユニット悟り少年団、代々木アニメーション学院と指原莉乃さんがプロデュース、声優アイドルグループイコールラブ、名曲「ダンシングヒーロー」が時を経てリバイバルヒット、話題沸騰なこの方荻野目洋子さん。
豪華4組4組のアーティストを迎え、スペシャルなトーク&ライブパフォーマンスで会場を盛り上げますよ。場所は京成本線八千代台駅東口すぐの URM 八千代台店4階屋上特設会場。整理券の配布情報など詳細はベイ FM のホームページをチェック。4月30日月曜振り替休日のお昼1時からスタート。ぜひ参加してください。 The Bayline Bay FM Shopping Island Bay FM ショッピングアイランドからのお知らせです。今日ご紹介するのは Bay FM のクラウドファンディング企画から誕生した東日本大震災の体験を語り継ぐ絵本、富士の海です。ベイ FM DJ の小坂くんが被災地支援で石巻を訪れた際に斉藤富士さんという一人の漁師に出会いました。その富士さんが語ってくれたのは、東日本大震災の日に小舟で大波を乗り越えながら海の上で一夜を過ごして、翌日変わり果てた港に戻ってくるまでの壮絶な体験だったんです。その話を聞いて、東日本大震災を風化させないために子供から大人までさまざまな年代に語り継ぎたいと、体験談の絵本化プロジェクトがスタートしました。その企画に賛同し絵本化を引き受けてくれたのが、世界的な絵本作家で墨絵画家の本田豊邦さんでした。豊邦さんの絵が本当に素晴らしいんですね。そして、ね、本当にいろんな方の協力のおかげでこの、ね、企画が、成立しまして、で YouTube ではですね、ベイ FM が制作しました、朗読動画っていうのもご覧いただくことができるんですが、はい、それはあの、ね、私が読ませていただきます、いただいてますので、ぜひ、ね、それを見てご興味のある方はチェックしていただきたいと思います。当初はですね、あの教育機関や自治体への寄贈用としてこの絵本は制作されたんですけれども、完成から3年が経って、新たに入試を希望される方々の声に応えるべく再版されることになったんです。価格は1冊税込み1620円となっております。あの大きな災害を風化させないために誕生したこの震災体験絵本、富士の海、ぜひともチェックしてみてください。詳しくはベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。スマホまたはパソコンからベイ FM 公式サイトへアクセスしてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. まず4時台はこのコーナー、バズった山寺。たくさんの人の話題に上ることをバズったと言います。そこでこのコーナーでは2人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきますよ。今日気になったのはこちら、宇戸アナ NHK 電撃対局。宇戸由美香アナウンサーが3月31日で NHK を退局したことが分かりました。海外での取材など現場にこだわり、ジャーナリストとして活動するために組織を離れることにしたと綴りました。続いてはこちら、たけし一番裏切るやつは一番働くやつ。缶コーヒーワンダの発表会に登場したビートたけしさん、4月からの新社会人への言葉を求められて、一番裏切るやつは一番働くと独立騒動を匂わせる意味深な発言をしました。続いてはこちら、エンゼルス大谷、帽子が早くも殿堂入り。アスレチック戦で初登板、初勝利を記録した大谷翔平選手、殿堂博物館からの依頼に応じ、初登板で着用した帽子も寄贈し殿堂入りすることが分かりました。大谷選手は今日の本拠地の試合で初ホームランも放っています。ラストはこちら、48歳水野真紀、女子大生に。女優の水野真紀さんが4月から名門女子大に通うことが分かりました。人生の折り返し地点を迎え、もう一度勉強し直したいと一般入試で受験し合格。家事と仕事と勉強と両立させ限界に挑戦したいと語りました。以上です。岡田ロビン翔子さん、いやーもうね、見ました、大谷選手のホームラン。あ、すいません、生では見てませんでしたけども見たんですか、生で。いや生では見てないですよ、生で見てないんですけど。あなた見たみたいな言い方ですよね。いや私ね、中継見てたってことですか。まあ、私ツイッターをやってるんですけど、結構3万人以上の方をフォローしてるので、私のタイムラインがもう大谷選手のホームラインで、はい、みんなすごいすごいすごいって埋め尽くされたんですよ、はい、でそれで見たんですけど、いやもうね本当すごいですよね。メジャーに行ってもああやって、うん、
ホームラン打って、でもすごい私が可愛いなと思ったのが、可愛いな、ホームランを打ってベンチに戻ったのに、あのなんていうんですか、メンバーの皆さんに無視されてたんですよ。で、えと思って、これは何なんだろうと思って、いろいろ調べたら、あれは洗礼、そういう洗礼なんですよね。新人のね、そう、あの初本塁、初ホームランの時はああいう風にやるっていう。そう、それはね、全然知らなかったから、なんでみんな無視するんだろうと思って、普通へえと思ったら、そういうことか。サプライズみたいな、ね。いや、あのね、ツンデレな感じがたまらなく癒されましたよ。ああ、なるほどね。そのまんまだったら悲惨ですけどね。そうだとちゃんとね、祝福するという、ね。いや、でもかっこいいなと思いました。ね、大谷選手もそれ知ってた、知らなかったですかね、知ってたんですかね。話で聞いたけど、どね、そんな知って。必ずやるわけじゃないの、必ずやるの、やるんじゃないですか、結構やるの、戻った時にだって背中こうやってさすしても、俺ホームラン打ったよみたいなアピールしてて、ね、あそこが可愛かったとね。そうすごいですね。まあ、あの初登板では打たれたけども、その後しっかり抑えて勝ち投手になって、その前の試合ね、出てね、初打席でヒットを打ってね、今回もね、指名打者で出て、本拠地で初めての打席でホームランですからね。すごいですよね。持ってるなんて言葉じゃもう表現しきれないぐらいのね、才能と努力と、ね、まあ岡田翔さんも持ってるとね、よくあの言われてるんですよね。チャベラチンクエティの中で言われたことないですね。ですいません、ないんですよね。ごめんなさい、誰かと勘違いしました。誰と勘違いしたんですかね。それからたけしさんはね、この発表会でね、公のところに出たのでね、いろいろ発言が注目されたと思いますけど、はい、まあ、軍団の方のね、いろんな実はこうだったみたいな話があった後でのね。そうですね。でもたけしさんもそうやって意味深なって言いますけど、なんか雰囲気悪くならないように面白くね、たけしさん流のいろんなことをしたって、さすがだなという感じしましたよ。もう私、笑いをね、取るの忘れないと、早速すごいこと。たけしさんがその時に言ってた、はい、人生楽しいことばかりじゃないね、いろいろ苦しいことも、たけしさんの真似しながらどんな感じですか。ちょっと楽しいことばかりじゃないんだけど、できないからすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は無茶振り大会にしようと思って山寺さんまでしないでか、この後5時台あるんですからやめてください。いい言葉だったんですよ、本当に。あ、本当、何でしたっけ。辛いことがあっても、それも生きている証だと思って楽しめばいいじゃんみたいなことを言ってて、そうおっしゃいましたね。なんていい言葉なんだろうと思って、私すぐね、自分の日記に書きました、胸に刻もうと思って。さすがですね、たけしさんね本当にそういうことも言って、ちゃんとね、笑いも取ってというね、両方でね、ということでございました、さあ皆さんが気になっているのはどんなエンタメニュースでしょうか。ぜひ今すぐ教えていただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp まで。そしてツイッターをやっている方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。それではここでね、あの天才バカボンの曲をいきたいんですけども、昨年、誕生50周年を迎え、そして今年に入ってから原作を手掛けた赤塚不二夫さんが没後10年ということで盛り上がりを見せている天才バカボンなんですが、実写ドラマ第3弾の放送もすでに決まっているんですが、この度その天才バカボンが深夜天才バカボンとして、なんと18年ぶりにテレビアニメとして放送が決定したと。すごい、18年ぶり、ね、最初古田新さんがね、バカボンのパパやるってことで、はい、おー古田さんなんだと、他のキャストどうなってんだろうと思って一生懸命僕調べました私バナナフィッターズで一緒の日高のり子さんがママをやると。そうですよね、びっくりしたの。石田明君って落語心中で一緒だったね、はいはいはい、2枚目とかいっぱい言ってるね、石田明君がレレレのおじさんってどうやんだろうと思ってそれも注目したいなと楽しみですね思っております。でもお送りするのは昔のやつね、皆さん懐かしい天才バカボンの主題歌いきましょう。アイドル4天才バカボン。ベイFMリスナー安全運転宣言。さあこの時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日は千葉県成田市のラジオネームワンナイさんよりいただきました。ありがとうございます。先日雨が降った日に運転していたら、前方に傘差し運転の自転車、横を通るのちょっと怖いなと思った次の瞬間、自転車はバランスを崩し大きく蛇行しました、転倒はしなかったけどこっちまでドキドキですよ。雨の日にどうしても自転車に乗りたいならカッパを着てくださいということで、はい、いや危ないですよね、こうやって傘差し運転というのは。本当自転車の方はね、はい、雨の日はしっかりとカッパを着てほしいですけど、ね、スマホを押しながらもね、自転車とかもね、危ない。でも車を運転されてる方はね、もしかしたらこっちに倒れてくるかもしれないっていう、そういうかもしれない運転を意識して、あの予想してね、安全運転をしていただきたいなと思います、はい、ワンナイさんありがとうございました。ありがとうございます。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしております。
メールで安全アットマークベイ FM.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。ベイ FM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。ベイ FM と千葉シティバスは交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上、ベイ FM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline. Bazooka Yamadela と Okada Robin Shoko でお送りしている The Bayline. はい。皆さんからもエンタメ情報、これが気になるという、メッセージたくさん寄せられてますんで、聞けますよ。どんどん紹介していこうと思います。そういう番組です。今日はなんだか丁寧ですね。そうですよ、初めての方ね、お初の方たくさん聞いてらっしゃるんじゃないかという想定のもとに、ということで、メッセージいただきました。ラジオネームウーパールーパーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。山寺さん、はい、なんすか。ボスベイビー見に行きました。ありがとうございます。興行成績でも初登場1位でしたね、はい、そうしたね。ボスベイビーのムロツヨシさん、そして兄のティム役の芳根京子さんも演技が素晴らしくて感動しました。吹き替え版見てくださったのね、ありがとうございます、早速、今妊娠中の姉に見るようにおすすめしました。映画を見ると街で見かける子供たちも可愛く見えるのが不思議です。そうなのよ。いや本当にそうなのね。あの見た目赤ちゃん、中身はオスさんってどんなんだろうと思ってね、まあ、最初は思いますよね。ねえ、って思うかもしれませんけどね、それもう散々笑いですよ。最後ちょっとね、そう泣ける。ロビンさんね、見てますよね。私もちょうどお姉ちゃんがね、あの2歳の甥っ子と最近もう一人子供が生まれたんですよ。だからね、その2人のおばちゃん、お母さんの愛情がね、生まれたての赤ちゃんに行っちゃうっていう、なんかこの気持ちもなんか分かるし、なんか私も分かるしって、あのおばさんの立場からね、おばさんから甥っ子を見ててそう思うのね。兄になる甥っ子を見てて、そう分かるね、こういう気持ちかなっていう。ちょっと感動しちゃいましたね。ぜひ皆さんに見てほしい。はい、お願いいたします。映画です。適当母さんからいただきました。ありがとうございます。ポンキッキーズが終わりましたね。子供の頃は見ていましたが、大人になってからはガチャピンの大活躍をニュースで見て感心するくらいでした。ガチャピンもムックもいつでもテレビで見られると思っていました。物事は始まりがあれば終わりもあるんですね。ガチャピンの最後のツイートを読んで胸がいっぱいになってしまいました。ここのところいつでもそこにあると思って油断しているとなくなってしまうことが多くてちょっとへこみました。子供番組の話題なのにおはスタの話じゃなくてごめんなさい。大丈夫です、僕も卒業してるんで。ちょっとだ、ね、いや後輩出てるじゃないですか。ああ、花ちゃん頑張ってるよ。ちょっと今まで俺も卒業したんで大丈夫です。大丈夫なんですか。おはは2期も卒業しちゃったからね。そうなんですね。あれまたやりたいと思ってますけどね。ね、そう、ポンキキズだってね、この適当母さん53歳ですよ、はいはい、この方が子供の頃見てましたってすごいでしょ。そっか、45年でしょ。ポンキキズね、開けポンキキから入れるとかな、あれもね、あ、名前が変わってるから。そうですよ。いやもう寂しいですね、こうやって終わりが。特にそこに対してはないもんね。ロビンさんはね、そうですね、すごいすごいことですよ、じゃあ続いてラジオネーム小手さんからいただきました。女性の方ですね、2017年度の名前ランキングで男の子が、1位が、はい、ハルトくん、ほうほうほう、2位がソウタくん、そしてあ、もう一人ソウタくんとユウトが同率で2位ですね、はいはいはい、で4位がハルキ、5位がリク、そして女の子が1位がさくらちゃん、2位がゆいちゃん、ゆい、3位があかりちゃん、4位がめいちゃん、5位がはなちゃんという読み方が人気ランキングで出たそうです、字はね、いろいろあるけど、そうですね、キラキラネームが一時期流行ってましたけども、人気ランキングは意外とキラキラネームが入っていないんですね。そうだね、もうね、ずっと前から人気のある名前がね、そうですよね、ゆみちゃんとか、そうたくんとか、ロビンさんはいつか子供ができたらこういう名前をつけようなんていうのはちょっと考えたりするんですか。もう毎日妄想してるんですけど。毎日してるんですか。はあ、じゃあ今日はどんな名前にするんですか。いやでも私的には、その3文字がいいなって勝手に思ってて、男の子でも女の子でも、そう、今だったら名前、女の子はことはちゃんとか可愛いなと思って、ことはなんか響きが、あ、いいですね、なんかおばあちゃんになった時のことも考えて、ことはですって言ってても違和感ないなっていう。おばあちゃんの年齢煽り出したのね。そうそういうのも意識してますね。どうですか、もう一回お願いします。え、ことはです。おお、ね、上手、いい感じでしょ、ね、いい感じですよ。山田さんはどうですか、こう妄想したりします。しません。しない。
いや僕だってねまだこれからできる可能性だってありますからね。いやちょいちょい考えますよ、こういう名前になって今のことはいいね、確かにね。いいでしょ、真似しないでね。もともとことってつくのいいなって学生の頃から思ってて。嘘だよ、絶対嘘だよ。琴美ちゃんとか琴恵ちゃんっていう名前の子とか学校にいて、うん、その頃珍しかった。今はね当たり前だけど、可愛い名前だなって高校生の時思ったことありました。あ、そうなんだ、うん、じゃあ私より先に思ってたって。嘘ね、僕高校時代だから、40年前。生まれてない。40年前に僕もう思いました。琴美ちゃんっていう友達がいたんだ。あ、そうなんですね。琴美ちゃんバレー部にいたの、あのバレー部の琴美ちゃんや。あの琴美ちゃんだ。そう誰だよ誰だよって感じですけどね。いや、いいですね、名前のランキング。ありがとうございます。続いてまいりましょう。オリハルコンさんからいただいております。ありがとうございます、はい。スピルバーグ監督が VR の世界を描いたレディープレイヤー1も話題ですが、あのドラクエが VR 化されるのも気になります、うん。新宿にある VR 専用のゲームセンター、VR ゾーン新宿にドラゴンクエストが登場することが発表になりました。あのゲームの中に入れるなんて夢のような世界です。すごい。モンスターで剣を切る時の感触なども再現しているそうです。ドラクエが VR でね、だから家庭用じゃなくゲームセンターのやつだからね、さらにこうすごいんでしょうね。そうですよ ね VR どうですか、 VR のあれとか持ってます？持ってないですよ、ね、こう体験とかでもたまにあるじゃないですか、ね、いつもやりたいなと思うんですけど、ね、行列ができてて。いやー、 VR の世界はどんどんすごくなっていくでしょうね。どうですか、だって山寺さん奥さんすごいゲーム好きじゃないですか。でも VR はやってないですね。あ、そうなんですね。ねえ、あれどうなんですかね、熱中しすぎるとちょっと怖い感じもしますけど。確かに、ね、すごいでしょ VR 盛り上がってるでしょ。いや盛り上がってますよ。大人のやつもあるわけでしょ、大人しかやっちゃいけないやつの VR とかなんか大変だろうね。そうなんですか、もう大人のやつもあるんですか。そっちで伸びんじゃねえかと思ったけど、どうなんだろう僕はそこ全く知らないんですけど。お、そんなこと言ってやってるんじゃないですか。まあでもね、あれですよ、今ちょっと話出たからついでだから言いますけど、はいはいはい、レディープレイヤー1、まあこれあのレディープレイヤー1っていうか、レディープレイヤー1の女性って意味じゃないですか。ああいうレディーのリレンディレディープレイヤー1、レディープレイヤー1です。はい、これからいろんな方がいろんな番組とかで紹介すると思うんですけど、はいはいはい、僕間違ってないし、僕予告やってて、しかもこれ出てるので、そっか、レディープレイヤー1が正しい言い方です。正解、今のが正解、はい、レディープレイヤー1、レディー、僕ナレーションしてて何回も直されましたから珍しい、山寺さんが直されるなんて本当に面白い、面白い、すごい、すごい、もう CM もあんまりいろいろ言っちゃいけないんだけど、ちょうだいちょうだい山ちゃん言っちゃって。見た CM 見た、あのキャラクターとかすごい日本で人気のあのキャラクターとか一瞬出てんの見た、うんうん、まだ私見てないよ。だからいろんなアバターが登場するんですよ VR の世界だから。そうなの、そのアバターにすごいのでね、うん、もう出てるから言ってもいいんだろうけど、あんまり言わない方がいいのかなあの可愛いのとか日本でもずっと大人気のね、あのアニメとかで大人気のあれとかね、やば、早く見たい。ちょっとでもそれだけじゃないんですよ、それだけじゃないんですよ、最後ちゃんと心に残る映画です。ぜひ皆さん楽しみにねしていただきたいと思います、はい、レディープレイヤー1覚えてください。覚えました、はい、さあ皆さんもね、気になるエンタメ情報今すぐ教えていただきたいと思います。はい、この番組初めて聞く方もぜひぜひメッセージ送ってください。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp まで。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていってください。 The Bayline。さあ海浜幕張にありますベイ FM のスタジオから生放送、バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。これを送りするのは80年代にアクロバティックなダンスパフォーマンスなどで一世を風靡したアイドル、セイント・フォーのデビュー曲です、うん。先日岩間沙織さん、浜田典子さん、そして鈴木幸恵さんの3人で3位指導が発表されて俄然盛り上がっておりますが、5月にはなんと新曲も収録されたアルバムもリリースされるようです。お送りしましょう、セイント・フォー、不思議東京シンデレラ。さあこの時間は皆さんが気になっているエンタメ情報をねたくさんいただいております。はい、セイントフォーを聞きながらね大先輩ですアイドル界のね。いや本当そうですよね、もう、うん、じゃあそんな曲に乗りながらメッセージ紹介させていただきたいなと思います。はい、ラジオネームゴッドチチさんからいただきました。メッセージ初投稿ありがとうございます。ありがとうございます。アベンジャーズインフィニティウォーに山寺さんたちガーディアンズオブギャラクシーのチームが参加されると発表されて興奮のあまり投稿しました。はい、この作品のために頑張ってきたと言っても過言じゃないです。今から本当に楽しみですとメッセージいただきました。山寺さん、はい、どうですか。どこまで言っていいのかわからないんです僕も。これはなんそうですよね。そう言ったってことは僕がもう大丈夫なんですか。はい、参加されるということはちゃんと発表されてるので。あ、発表されてるのそっちも、
大丈夫ですか？大丈夫なのね。だってそうじゃなかったらこうやってメッセージ聞こないですよね。いや、ね、アベンジャーズの今最新作のインフィニティウォーにガーディアンズ・オブ・ギャラクシーチームが入るってことはもう発表されてるわけですよ、はいはいはい、ただしその吹き替え版の声優がそのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをやっている我々人がそのまま全員になるというのは別にまだ言われてなかったことですよ。なるほどなるほど。まあもうでも言われたのかなかな、うん、そういうことでしょ。だから大丈夫でしょ。これね、いろいろね、本当に今情報っていうのはね難しくてね。そうですよね。対策ですから、それだけに。うん。まあそれはね、これだってガーディアンズ・ギャラクシーね、リミックスと2つやってさ、うんうん、そんでアベンジャーズに入るときに違う人を聞かせたら俺怒るからね。俺ももうアベンジャーズのあの字も出さないっていうかね、もう本当にね、方言で言うとむつけますからね。どういうことですか？すねるってことです、ね、あ、すねる。山ちゃんもすねちゃう。ふいっとしちゃうってことですよ。山ちゃんもすねちゃう。僕むつけの山寺って子供の頃すぐあいつむつけるようになってすぐすねる不機嫌になってそのなかなか治んないってうちでも外でも言われてたんです。そうなんですね。もし変わったらもうね、すねちゃう。もう本当に悪口いっぱいツイートしちゃうよ。ダメでしょ。どうなってんだこれ。普段つぶやかないのにいきなり悪口。それだけ僕ガーディアンズ・ギャラクシー好きなんですよ。なるほどなるほど。そのメンバーで入れるって本当非常に嬉しいことです。いやもう本当に嬉しい。楽しみですね。アベンジャーズの本当やりたかったのもどれか。あ、そうなんですね。それがなかなか来ないからなんだよと思ってたのずっと思ってて意外とそういうタイプなんですよ。なんだよっつってさ。だからね、ああいうねほらね、マーベルコミックの作品で映画出ると、はいはい、それがアベンジャーのオールスターだからね、うんうん、それに出られる楽しみもあるわけですよ。そうですよね。なかなかねえなと思ってたら、うん、思ってたらっつってねえ、こうやってメッセージもいただきましたから、はい、大変ですよ今ね。ボスベイビーの話もありました、ねね、4月20日にははい、レディープレイヤー1、その後その1週間後にはこれ来ますから。いやすごい、山寺さん1,2,3 フィニッシュしてほしいなと。立て続けにも1,2,3になんねえかな、ね、あ、全部見てね、うん、あ、すごいじゃないですか。そしたらそうなっていただきたいなと思います。そうなんで、うん、すいません、はい、続いてこちら紹介しましょう、レッド山田さんからいただきました。ありがとうございます。好きなレンタメ情報、エイプリルフールに、各企業が、ユーマたっぷりの嘘を、競いましたが、アメリカの電気自動会社、電気自動車、の会社テスラの最高経営責任者がエイプリルフールのつもりで残念ながらステラは完全に破産してしまったとつぶやきました。その前にテスラ社の車が事故を起こしたニュースもあり、嘘と見抜けなかった投資家が株を手放し、一時株価が 5% 以上下落し、うん、巨額の損失を生み出しました。あら、エイプリルフールもほどほどにという感じですね。本当ですね。あら、そんなことが。これはね、シャレになんなかったってことですかね。結構な大問題というか。いやー、これはやっぱりね、株価に左右するようなものってのはね、ねえ、そんな悪気があったわけじゃない。いやー、シャレのつもりだったんでしょうけれどもね。アメリカのねテスラってかっこいいですよ。かっこいいの、ね、最近よく見るもんね。前歯見なかったよ、そんなに気づかなかっただけかもしれないけど。なんだろうこれでもって。どんな感じですか。どんな感じ。あの電気自動車なんです。電気自動車、ね、電気自動車なんですね。で結構スタイルもかっこよくて、で、ウィーンと開く。ああウィーンと、あ、見たことあるかも。後ろがねウィーンと開くのよ。高そう、うん、ウィーンと開いてかっこよくて電気自動車って言うんで、僕なんかデパートに一回日比谷かどっかの展示されてる時に、はいはいはい、その時もう見てなんか乗っていいですかって言って、えおーっつって乗ったんですか。乗るってあのでね、はいはいはい、あの室内にあるやつだからね。そかそか、別に走れませんよ。ただ乗ってみるだけですよ。いやいい、それでも羨ましい。それ、ね、やってみ、いろいろやってかっこいいなと思って、値段見てどうもあお疲れ様でしたって帰ってきましたけどね。山寺さんだったらいけますよ、うん、大丈夫大丈夫。じゃあもう一つ、あ、これ先ほどね山寺さんもちょっと言ってましたけど、ラジオネームクエンさんさん、今回で5回目となる天才バカボンのアニメ化がやっぱり気になります。さっきね曲かけましたけどね、はい、うん、バカボンのパパは古田新太さん、うん、想像しただけでバカボンのパパっぽくてナイスなキャスティングだと思います。放送は7月からですが、今から始まるのがとっても楽しみです、ね、赤塚不二夫作品だとね、あのおそ松くんがおそ松さんになってね、あ、また全然違う感じでね、そっか、大ブーム、社会現象にまでなってないですか。もうあれもね、最初おそ松さんってこうやって人気声優集めればいってもじゃないそう、ね、昔の方が良かったって言われんじゃないのって思って大ブレイク、すごかったですよね。この間その若手そのメンバーたちってなんとか出してもらえねえかなってあのスタッフに言っといてもらえねえかなって やめてよそういうの言ったんだけどね。どうなるかな、うん、すごかったですよ。私の周りでも、うん、もうグッズ持ってる友達がめちゃめちゃ多くて、うん、おそ松さん人気が、この間も地下鉄乗ったらおそ松さんグッズたくさんぶら下げてる女性に会いましたよ、ね、いました。やっぱり、うん、いや今回のバカボンも楽しみですよ ね、 バカボンもね、またね、毛色はもちろん違うんでしょうけどもね、うん、深夜天才バカボンですからね。18年ギャグとかすごいのかな、原作に近いのかなとか分かりませんけども楽しみでございます。楽しみです。もう一ついきましょう。三浦一さん、あ、
これはもう皆さんね、もうニュースが早いですからね、もう分かってるでしょう。芸能ではないんですが、選抜春の高校野球で大阪代表の大阪桐蔭が去年に続き春連覇を成し遂げましたというね。いや、おめでとうございます。いや、これもね、昨日の準決勝がね、すごい試合でしょ。2試合ともすごい試合で、すごかったね。智弁和歌山もすごかったね、差をつけられてもそこから追いついて最後勝つという、ね、でも今日は大阪桐蔭に行ったよね。でも智弁和歌山って見るたんびに千鳥の漫才を思い出した方もね多いと思いますけどもね。でやっぱりこうね、本当に智弁和歌山強かったっていうの分かりますよね。智弁和歌山高校野球は80名で違いますっていう漫才ね、どうしてもねあれが思い出されちゃうんだけどね、はい、思い出した方も多いですかね。さあ皆さん、この後、はい、この後でございますね、はい、5時台、はい、DJ への挑戦状、これ広げてってやりたいと思います。そう、これね、そういうことあるよねと広げてほしい、あなたのエピソード、これめっちゃ面白いよねと共感してほしい話題、まあ、DJ 我々2人に話を広げてほしいこと、何でも何でも OK です。そうです、知らなそうだなっていうこともね、絶対に知らないと言わないで、特に読んでない側が広げるっていうシステムにしようかなと思ってます。とっても怖いですけど、皆さんね、メッセージどしどしと送っていただきたいなと思います。どしどし、はい、アドレスはベイライン@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。どしどしと送ってください。どしどしと。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.はい、時刻は午後5時を回りました。ベイ FM からお送りしておりますバズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン。さあね、いつもこの5時台は毎週違うねテーマというか、そうですね、それでお送りしてるんですけどもね、はいはいはい、4月一発目の今日はですね、まあ、水曜的に一発目の今日は、うん、これ広げてね、いきたいと思いますね。まあ4年目に突入したんです、このコンビの我々はね、うん、まあどんな話題でもね広げて見せられるほどのトーク力を2人ともまあ身につけているとやばい自分で言う、いうふうに、まあ、世間から思われてないですけども、特にねこちらの方はね、まあ、私はねそうでございますよ、まあ、私もそうなんですよ。年の割に意外と知らないこととかいろいろあったりとかしてね。本当ですか？そうなんですよ。でもね、せっかく今日はね、はい、初めての方も含めて、そうです、これまでの今までくれた方もたくさんこうやってメッセージを寄せていただいてるわけですから、はい、そうすかぐらいで終わるのはね忍びないってことで、ダメです、そんな一言で片付けちゃダメ、どんどん広げようって、どんどん深掘りするぐらいいいじゃないですか、どんな話題でもですよでも今必死に二人とも自分がねスタッフからねたくさんいただいたやつを、これ自分がちょっとでも知ってるやつで相手が知らないやつ選ぼうっつって、もうスマホ片手にいろいろやったんだろ今バレた、ずるいぞバレた、山ちゃんもやってたからね、真似したんだよ私じゃあロビンさんからいきますか。いいですか？まあまあまあ大丈夫だと思いますよ。ラジオネーム甘エビ王子さんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとう。新学期には、うん、やっぱり文房具が必要じゃないですか。文房具だよね、うん、ちょっとお金に余裕がある人におすすめなのは、うんうんうん、ティファニーの三角定規はいいですよ、うん、これティファニーのね6万以上するけど、うん、6万円だよね、おすすめです。オードリー・ヘップバーンも使ったもんねティファニーで朝食の時にね、あらこの三角定規素敵ねっつって、あ、そうでしたっけ、ね、ピアスになるかもなんつってね、うん、ほらやめとけって言われたもんねそんなくらいありました、映画に6万円ありましたね。いやでもやっぱ文房具はいいですよね、うん、文房具、はいはいはい、うん、あもうメールの内容それで終わりですか。以上です。文房具ね文房具はね、広げて広げて、文房具はやっぱりテンション上がるもんね。あ、上がりますか山田さんも。いい文房具をね使うっていうのは、あでも確かにいつもいい文房具を持ち歩いて、うん、そうですね、僕はですね、ボールペンは、あれですよ、声優で、はいはいはい、いろんな、あ僕は声優の山寺浩一と同一人物なんですけど、はい、知ってます、はい、そうですか、いろんな多色ボールペンじゃなきゃダメなんですよ。あ、やっぱいろんな役をやるから。そうなんですよ。なるほどなるほど。普通この年になるとそんなにいろんな役振られないんですけどね僕この年でも若手みたいにいろんな役やれって言われるんですよ。そうですよね。だからこの6色ボールペンいつも持ち歩いてます。やっぱそれがお気に入りの文房具。そうですね、はい、黒、赤、ピンク、青、オレンジ、そして、まさかの黒あ、黒2回言っちゃったそれ飯尾くんが昔舞台でやってたギャグだ、ごめんなさいね三色ボールペン、青、赤、まさかの青っていうのがねすごいツボだった、10年ぐらい経ってまだ覚えてる。しかも楽天イーグルスボールペンです。あ、本当だ。先ほど4連敗を喫した楽天イーグルスのボールペンをその情報はいいですから、いいですか、使ってます。なるほどね、はい、まあいいんじゃない、こんな感じで。じゃあどんどんいきますか。あんまり早め次行けって
こっち一生懸命広げようとしてるのにさディレクターは早く次行けみたいなんだね。だこんな感じなんだ。いやだって山寺さんのペンの色の情報はどうでもよかったですよね。面白くないともういいよなんだそういうことか。よしやろべえ俺だよ俺行くよ。ボマーさんからいただきました。ありがとうございます。ボマーさんありがとうございます。私趣味でロケットストーブを作ったんですがとっても便利ですよね。えロビンさんね本当にね調べんのやめろ今調べんのやめろ。ロケットストーブ趣味で作ったなんてロケットストーブどういうんだっけロケットストーブってロビンストーブはだからストーブがどんどんねこう飛んでいくんですよ、うん、あぶねえな。飛ぶのストーブ飛ぶのあぶねえな。山田さん知らないですかロケットストーブですよ。だって、うん、ロケットストーブは本当にね自分があの寒いなと思ってあの、うん、友達とかもねいろんな遠くにいる友達にも、うん、そうストーブを届けたい時にドローンじゃねえんだからピッて押したらピッとそこに行くような途中危ねえじゃんやつですよね。どうやって着陸するの。私も欲しいな。世の中にそんなものできるか。今欲しいなと思って欲しいと思ってんの狙ってるんですよ。この方自分で作っちゃってるからね。すごい自分で作れるわ。ロケットストーブですよ。何ですか。飛ばないです。あれ山田さんこれ逆に知ってます。そう当然知ってますよ。どんな感じですか。これはねうまいことね、はいはい、燃料のねこういろんな熱のね、はい、熱の伝わる伝導率とか考えて、うん、本当にもう2000年代から入ってから、うん、まあかね、暖房のないとこなんかでよく使われるね、うん、効率のいい燃焼によって薪をくべて暖かくなるという暖房の一つでね、で本当に簡単な構造なんだから、ね、こんなに燃えんのかみたいな、こんなに、この大きさで暖かいっていう感じのものですよ。そうなんだ。キャンプとか行く人はね、もうだからうちのガンちゃんとかもしょっちゅうね、ロケットストーブを ね持ち歩いてるもんね。今日もカバンに入れてきたっていうね。それはちょっと違うと思いますけど。危ねえな。僕の言ってるのはギリギリで調べたら15秒ぐらいで調べた知識しか言ってません。すごい。いやこれがね2人でやる良さですよね。助け合い、ありがとう。2人とも知らないで本当にバカじゃないの。続いて行ってみよう行ってみよう、はい、とりあえず行ってみよう。続いていいですか、ね、分かんないかもしれないけど行ってみよう、はい、ラジオネーム、うん、サイエンスサイダーさん19歳の学生さんからいただきました、はいはい、私が編み物を始めて3ヶ月経ちますが、うん、これ凝り始めると結構難しいんですよ ね、 編み物はね、でも、鍵編み鍵まず読めないまずよ自分でチョイスしたのに鍵編みで、作ってると面白いです、うん、まだまだ初心者ですが、うん、次は亀を編んでいます、うん、アドバイスください。ああそうだね編み物でアドバイス、まあ本当にコツ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 やるんだけどねやっぱり、うん、亀ですからね。亀ですよ。亀ですからやっぱりね亀の気持ちをね甲羅の部分ですねやっぱりそこがポイントだと思う。甲羅ですか、うん、なんつったって亀の場合は甲羅だから。あなるほどなるほど。甲羅をしっかり。でもやっぱ編み物ってのは集中力以上心落ち着けるので、まあ、とてもいいんですよね、うんうんうん、なんとか派が出ますから。なんとか派、なんとか派が出てすごく心が瞑想状態になったりするんですよ。なるほど。とってもいい。この後のピョンチャンオリンピックでもありましたもんね、はいはい、うん、チームのねコーチとかがやったりね、うん、選手も直前までカナダチームでした。あ、カナダチームかとかちょっとうろ覚えですけど編み物やってるってありましたもんね。何やってんだからオリンピックのこれからスタートするこれからやるときに編み物かいって思ったら、うん、いいらしいんですよね。やっぱそういうので集中して挑めるってことですね。サミだろと思ったけどねいやでもいいですね、うん、いいと思いますよ。ぜひサイエンスサイダーさん、ぜひねコーラ頑張ってくださいコーラ、うん、いけるなこれな。いけるな。いけますね。これこれもねロビンさん、ロビンさん本当によく詳しいやつです。あ、ありがとうございます。熊尾さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。外国人女性初の女流棋士のカロリーナさんと将棋について話してほしいです。私は小学生の頃将棋が大好きでテレビで、うん、将棋番組よく見てました、はい、藤井さんがよく話題になりますが女流棋士についていろいろ話してくださいとね。まあ将棋の世界ね、もう藤井さんだけじゃないですからね。うん、まあ、でもこの方ね外国人女性初の女流棋士カロリーナさん。カロリーナさん、カロリーナさん、いや本当にね私から言いたいのは、うんうん、言いたいのは将棋は本当に奥が深いっていうことですよね、うん、そうだね、まあ、浅くはないな、うん、やっぱりこう藤井さんがねどうしても注目されてますけど、うん、やっぱカロリーナさん、うん、女性の方がこう、うん、やってるっていうのはすごく意味があることでして、どういう風に、まあそうですね、まあ、将棋っていうのはこうね、まあ、心を読むと言いますか、戦いながら次はどうやって打ってくるんだっていうことを、うん、やるんですけど、やっぱ女性はね、うん、そういうのが表情に出づらい、うん、なのですごくね、まあ、男性ももちろん素敵な試合をしますけど、うん、カロリーナさんは、うん、もうやっぱねなんてポーカーフェイスなんですよ、とにかく。おーおーおー。だからすごくいい、あ、ポーカーフェイス、うん、将棋でポーカーフェイス、まあ、大事だよね。大事ですよね。試合でこう、ね、心がやられたと思ってもそういうのが出ないっていうのは素敵なところですよね。あそこがいいんだやっぱりね。私はやっぱ注目してます。どこまで行くかなカロリーナさん、うん、どんな攻め方が得意なんだっけ。そうですね、だからとりあえず、うん、ロンですよね。ロンをやって、それ麻雀か
やごめんなさいちょっとね。カロリーナ・ステチェンスカさん、調べたい。現在26歳、ポーランド・ワルシャワ出身ということだそうですよ。私と同世代です ね、 ね、同世代ですが誕生日が6月17日、私は一緒というね。ね、そんな情報もちょっと追加させていただきます。ありがとうございます。ここまで怖えなこれ。いや怖い、調べたい本当に。あ、大丈夫かなこれ、成り立つかなこれ放送。怖いですね、初めて聞いた人なんだこれ、冷や汗出てますよ。人のこと喋ってるだけじゃねえか、知らないくせにこの野郎って言われるかもしれない。フォローしながら頑張りましょう。頑張りましょう。さあこんな感じでいきますので、皆さん広げてほしい話教えていただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。正確に言うとこれ広げてでした。さあ広げるといえばね、世界観が頭の中で広がるようなナンバー2曲続けていきたいと思います。まずは今年結成20周年のストレイテナー、昨年2月にリリースされたシングルです。ストレイテナー、「月に読む手紙」。ツイッターではなんか2人とも話が薄いわらわらというご指摘もありますけども、引き続き一番やべえ。引き続きそう言われないように頑張ろうと思ったんだけどね。そうなっちゃうよね。頑張りましょうね、皆さんこれ広げてメッセージ、ベイラインアットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。お送りしたのはアシッドマン最後の星でした。 The Bayline Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バスーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。この時間はこれ広げてということでお送りしております。はい、ね、皆さんからね送っていただいた話題、どんなんでも広げようという、知らないことでも知ったかぶりしようって。薄い、あの先ほど将棋のお話でね、カロリーナさんという女流棋士の方ね、はい、26歳のポーランドワルシャワ出身の方の、ありがとうございます、話出ましたけれども、将棋についてねロビンさんがいろいろね知ったかぶりして語りましたけども、失礼しました、ドラットマークヘビトシさんからいただきました、うん、2つ訂正させてください。今度ねロビンさん聞かれても大丈夫なようにってことで、はい、打つではなく将棋は指すです、試合ではなく対局と言いますと。ね、すいません間違えてましたね、間もなく将棋の名人戦が始まるので、羽生竜王と佐藤名人の対局が楽しみですということを、これ今度送ってみようと思いますと。ありがとうございます。それから、はい、カルビの海賊さんからは、乃木坂46の伊藤かりんさんがアマ初段の免状をもらったということ、アイドル界初じゃないかというふうに、すごいね、ね、ショードル、将棋アイドルで小ドル、すごい、将棋の棋士で高校生とかでアイドル的に可愛いっていう、将棋界のアイドルっていう方もいるけど、この方はだからアイドルから本当に棋士として、まあアマ初段ですけどもね、すごいですね、だそうです、うん、皆さん情報ありがとうございます。ちょっと私ももっともっと勉強しますね将棋についてということで、じゃあ皆さんのメッセージまだまだ紹介していいですか。もちろんしましょう。山田さんいきますよ。何ですか、もう何でもござれ。、ラジオネームはっぱはっぱさんから、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。最近は、激辛な食べ物にハマっています。激辛ね、うん、強烈な刺激に汗をかきながら食べるんですが、うん、不思議と、食べた後は心身ともにすっきりしてて、うん、とっても気持ちいいんですよね。あ、ね、汗かいてね気持ちいいね、うん、お二人は激辛フードとか食べますか、うん、って。激辛ね、うん、ひどい目にあったことあるからね。なんとかねその場はね、ある程度麻痺するしね、そんなにデスソースみたいじゃなければなんとかいけるじゃないです か、 食べますか言って、確かに食べた後辛い辛いって言ったからヒーヒー言いながら食べて、でもその後すっきりしたんですけど、はいはいはい、問題はその翌日ですよ。あ、翌日に来る、いてててててて、その晩ね、へー、いてててててて、私その経験ないんですよね。いてててててて、お腹とかね、いろんなね。あ、そう、うん、山田さん結構あれですよね、デリケートなんですよ。デリケートですよね。あのね、した番組ね、みんな終わった後ね、はいはい、タイ料理でしたっけ、ベトナム料理でしたね、はい、でしたね、美味しい美味食べてね、僕もうその帰った、じゃあお疲れって、僕ね帰って先に帰って家でもいてててててですからね。あ、そうだ、いてててててて、そう、そのね、うん、次の週になって、あの次の日お腹大丈夫だったって言われて、山寺さん、全員大丈夫、いや、大丈夫ですっていう、そうなんですよね。もうね、あの常にしたい感じなんですよね。あ、常に出したい感じ。そ、え、辛いものってそういう、そういうのあるんですか。僕そうなります。人によるんですかね、うん、そう言って、そう大してないんだけど、ずっとあのヒリヒリしてる感じでね、うん、なんかね落ち着かない感じ で、 デリケートなんです。デリケートな、うん、だからあんまり男なんです、ね、ロビンさんも激辛も大好きなんですもんね。私もね
ほどほどに、あの、うん、ちゃんと辛さがね、うん、美味しいと感じる、はい、辛いだけではちょっと食べれないです ね、 ねだからあの番組とかでねよくね対決みたいにねやってうわーなんてやりますけどね絶対もうやりたくないあれ一回本当に失敗したからねじゃあ今度やりましょう、うん、えいやいややりません今度やりましょうやりましょう ね健康第一さあ続いてまいりましょう、はい、まあ薄口の話ばっかりしててもあれなんでね、はい、ここはちょっと本当に広げてもらいましょう、はい、ハムコさんありがとうございます、はい、ありがとうございます29歳の女性ですが春服って可愛いの多いですよね。でも私センスがなくてなかなかうまくコーディネートできません。ロビンちゃん洋服について詳しさを広げてください。お春ね春今日はね春で、ロビンさんあのね先ほど春原さんも来てるあらロビンちゃんもう短パンつってデニムのショート、はい、なんつうんですかそれはい短パンを履いてますねショートパンツショートパンツちょっと立ってみてもらっていいですか。はいショート今日めっちゃあらもうねショートパンツすごい短いのいや大丈夫これ電車でも座ったらちょっと足広げたら見えちゃうんじゃないですか中身中身ってあのパンツのことやめてくださいね。でも上は黒い T シャツいやそうなんですよだから最近ちょっとあまりおしゃれできてないんですけど私が思うのはおしゃれな人って着回し上手なんですよ。で私あの実は意外とワンピースとかが大好きでハマってたんですけど、はい、ワンピースって印象がつくじゃないですか。あのワンピースあのこの間も着てたなって思われるのってなんか私ダサいなって思っちゃってダサくはない、まあ、ダサくはないですけど、まあね、また同じのって言われたくないっていうのはありますよね、うん、だから、うん、まずお買い物をするときに、うん、あの人のアイテムトップスでも何でもねあこのピンクの、ね、T シャツ可愛いなと思ったら頭の中でその T シャツで3コーデ3個組み合わせをちゃんと頭の中で想像できたら買うようにしてるんですよ、うん、そしたらねすごいねあの着回しができやすくなってだから着回しできるものを買うといいとねだからとってもあの個性的なブランドで、はいはいはい、僕もねあるんですけどやっぱここのちょっとハマったって買うんですけどその上でも下でも、うん、他のものと合わないでしょチークハグとあるねそうなのあそこのブランドとこのブランド合うんだけどこことは絶対合わないあるねそうパンツの形とかもね微妙に股上とかね太ももの太さとか違ったり裾のとか違うわけでねいやおしゃれって言ったら山田さんの方が服に詳しいですからねあごめんなさいじゃあ僕おしゃれで大事だと思うのいいですかあの簡潔にお願いします襟元とやっぱ足元、はい足の裾のとこって大事だと思う。ほうで僕まあおしゃれな話じゃなくて、はい、春ね、はい、春ね男でもねなんつうかですねパンツ短めが好きなんですよ。足首が出てる方がいい。足首って生で出して別に下地下みたいに下じゃなくてもいいけど短い靴下もいいから足首のくるぶしとか出てるとスニーカーとかでもちょっとねスリッポンでもかっこよく見えるんですけど僕はそこがないとお腹が痛くなるんですよ。出たまたお腹、だから靴下今日も足首までですけどもうこれでも短いの、俺もがっつりズボンの中まで入れたいんだよ。これ直す方法ないないよ僕は本当足首がスースーするともうお腹痛くなるし調子悪くなるのよ。でもここはくるぶし本当生で出したい。だから一時期パンストタイプみたいなやつ入ってたんだけど、あるそれバレた時にかっこ悪いっていうね。確かにねちょっと嫌かも。うんそうなんだ。でも足首を出せないの。いでもさ体的に山ちゃんおしゃれは我慢だからさ出してこう。いやでも体調第一。お腹なんてどうでもいいじゃん。風邪ひきそうなの代謝悪くなってここ温めたいんだ。レッグウォーマー持ち歩いてたこともあったもん。ダメだこりゃはいいいですか。もう一個いきましょう。続いていいですか、はいはい、ラジオネーム成田のモモロックさんありがとうございます。私は匂いフェチでフルーティーな香りのものが大好きです。フルーティー、香水とか柔軟剤とか、お二人は気に入ってる香水とかこだわりの香りとかございますかって香りについて、うん、ねえそれはね大事ですよね。どうですか本当この年だとね香水とか、ね、あれが臭いこれが臭いね言われがちですからね。カレー臭ってやつですか。気をつけなきゃいけない。カレー臭だけじゃなくていろいろあるじゃないですか。いろいろありますよ。そうなんだ、うん、ね特に日本はねお互いがねすごくやっぱりこれ匂いに対して敏感ですからね日本は。柔軟剤とかまあ奥さんが全部決めてきますけどたまにこれ新しいのどうだこれダメって言われたり、これいいんじゃないまた買ってきてって言われたりするのありますね。共通するもんですね。だからあんまり2人で使うからあんまり甘すぎてもダメだし、あんまりでもあの一時期ですねすごく気に入ってる柔軟剤というか、はいはい、洋服とかね家具とかにシュッシュするやつがあったんですけども、それを犬がおそそしてねものすごくソファーがすごく臭くなったのそれをごまかそうとして、はいはいはい、ちゃんと拭いて洗ったりしたんだけど、うんうん、その後それでも臭いから、うん、大のをやっちゃったからね、大きいソファーの上に、その時にシュッシュってやってるやつがあったのよ。でそれ混じっちゃって
わあ、一番やだ。猫のあれと柔軟剤の匂いがずーっと混ざってる匂いを嗅いだから、その柔軟剤が苦手になったって言われました。嫌な思い出がついちゃったんですね。混ざったのを思い出すのね、あれね。そうなんで、ロミンさんどんな香りが好きなんですか？私はね、もうちょっと甘い方が好きなんですけど、私一つ、いつも悩んでることがあって、ここのベイ FM に来るときに、そのスタッフさんも男性が多いじゃないですか。で、私、メンバー、女の子と一緒にいるときは、ちょっと時間が経つと香水の香りもなくなっちゃうから、つけ直したりするんですけど、ここに来ると、つけ直したな、あ、ロミン香水をつけ直したなって思われそうな気がして、いつも我慢してるんですよ。つけ直してくださいよ。もう本当一服の清涼がもう音こっから見えてんの、おっさんしか、あ、若いやつもいるけどさ、男しかいないんだから、ね、なんかもう全然、私、ね、3年間ずっと悩んでたの。もうだからいつもディレクターも作家もみんなAD もミキサーも全員男ね、昔はもっといたでしょ、ベイ FM 女性。あ、そうなんですか。全然いねえかも。男性ばっかりだからね、逆に、私的にはね、あんまり匂いがきつくないハンド、大丈夫ですよ。ハンドクリームにしようと思って。相当つけたって木曜日ほどじゃないだろうから大丈夫ですよ。伊豆野さん、伊豆野さんもいい香りなんですけどね、もちろんいい香りですよ、じゃあ今度からちゃんとお願いしますよ。はい、さあ皆さんもですね、何でも広げますんで、皆さんが言いたいことね、語りたいことをぜひね、もういいんです、こんなことあったよだけでも OK でございます。一言でも OK です、広げてほしいことを送っていただきたいと思います。はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp まで皆さん送ってください。さあ、またまた広がりということで、宇宙の広がりを感じるアニメーションの曲をね、いきたいと思います。メドレーでいきましょう。1984年に公開されました超時空要塞マクロス愛、覚えていますかの主題歌だった曲です。飯島真理、愛覚えていますか。飯島真理、愛覚えていますが、続いてお送りしたのはこちら、宇宙戦艦ヤマト、広がりを感じてればこれですね。宇宙戦艦ヤマト復活戦のサウンドトラックから、無限に広がる大宇宙をお送りしました。FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Coco Robin Okada's The Bay Line. Bazooka Yamadela と岡田ロビン翔子でお送りしている The Bay Line。 はい、これ広げてってことでね、いろいろいただいてますけど。いやでもね、山田さん、はい、ツイッターでね、さっき山田さんが足首出すとちょっとお腹が冷えるとか言ったじゃないですか、はい、そしたらキッチンタイマーさん、山ちゃん足首冷やすとお腹痛くなるのめっちゃわかりますとか、藤坪太郎さんも、私のお腹も足首も山ちゃんタイプ履きたいもの履けなくて夏なんて笑われるから本当つらいとか。女性でそうなのかな、どうなんですかね、男性かな、かもしれないですけど、そうなんです、出したいんですよ僕。だから、靴下履いてんのと履いてないので、スニーカーで今日ジーンズなんですけど、それをロビンさんに写真撮ってもらって、今ね、番組のねツイッターにもうすぐ上がりましたね、今上げますね、さっき比べてみてください、上がりました。ほらね、ぜひ皆さん、くるぶし出したらおしゃれでしょ。でもそうすると具合悪くなる対策を教えてほしい。本当ですね。花畑のゼッティさんは、もう岡田翔子の本当にあった面白い話は聞けないんですか。ですか、あ、オープニングの話ですか。ナラトンはもうそれいらないいや、そんなことない、もしかして上から各曜日共通だから、もうもっと上の方からあれいらないってなった。そんなこと言わない、やめてよ、そんなことみんな聞きたいんだけど、でもね、シンプルにしようねっていうことですよ、山田さん。そうなの知らないですけど、途中に入れればいいじゃん。3時の数みたいに6時の数にして、素で喋るの緊張するんですよね、今と言いますけど。そう、あれそうだね、我々もね、あれ4時の数だったんだもんね。あ、そっか、うん、夜の時は6時頭で、あそこでも島ちゃんのとこだったな。ダメだよ、島ちゃんの出番なくなっちゃうから。じゃあ皆さんからのメッセージ、これ広げてというメッセージ紹介していきますよね、はい、ラジオネーム暴走ビワゼリーさんからいただきました。春になるといろいろおいしいものが出てくると思いますが、春先に飲むおすすめのワインは何ですか。ああ、もうワインといったら山田浩一ですよ。本当に ねワインセラーにもねいっぱいたくさんのワインをね、保存してますからね。お家にあるんですか。そうですね、あります、あります、嘘かな、ワインセラーありますよ。
僕はあのおはスタ卒業の時ね、はいはい、のおはスタ自分が始めた時から、ね、うん、その19本の、はい、ワインを全ていただいたので、中にヴィンテージもあるって言ってね、すごい、分かんないから一個写真撮って一個一個値段調べてみようかと思ったんで、それもやらしいからやめましたけどねそれはやめましょう、うん、ね、ね、大したことない時に飲んじゃいけないなと思って高いやつをねワインもね、だっていろいろありますもんね、これも春でしょ、う、春ですからやっぱりね爽やかなワインだと思いますよざっくり、うん、ざっくりだな、やっぱり、うん、ピノノワールかな、この時期は、あ、ピノノワール、うん、ないんじゃないかな、飲みやすいですか、うん、のあのさ、なんかあのワインを飲みやすいか飲みやすくないかで判断するのもうやめない、あー、ちょっとついていっちゃいますよね、もうなんか、うん、飲みやすいとかさ、あ、言っちゃうかもしれない、うん、口当たりとか、うんうん、ねえ、ダメ？NG？ 飲みやすいって飲みやすけど水飲んでるじゃんこの野郎って話でしょお怒り、でも必ず言うね言うでしょ、僕も言う、言っちゃいますよね、他のなんか分かんないから香りがいいね、飲みやすいね料理に合うね、あ、料理に合うねとかね、うん、このぐらいでいいですか、はいモカティンさんからいただきました、ありがとうございます、モカティン、ありがとうございます、初メールです、嬉しい、ありがとう、気になってしょうがないので山ちゃんに何とかしていただきたい、あ、私読んだのに山ちゃん、いいよ山ちゃん、2月と4月のイントネーションは声優さんとかアナウンサーどういう風に言うのが正解なのか、2月4月も同じ高さで発音するものと思っているんですが、最近当たると2月と4月を2と4を高く発音しているアナウンサーとか多くて、その度に、テレビやラジオに言い返してイラついています、うん、全く関係ない話題で申し訳ありません、私も同感、ロビンさんどうですか、これね、私ね、このベイラインベイ FM でね喋るようになって、もう何回山田さんに言われたことかもう放送中も何回も言われましたけど、ね、知らなかったんですよ、あのね今 CM とかでもね、そうなのこんな番こんえっていうようなね、ありますよね、それがね言うっていう、あんまりあの CM の批判するのよくないんであれですけどまあまあまあ、でもあれですよね、4月って、うんうんうん、これはね多分アクセント時点には4月しか載ってませんね、下ですね、2月も2月しかありません、2月4月2月は関西圏の方はもともとそう言ってたんで、はいはいはい、2月に、うんうんうん、4月に言ってたんじゃないですか、でも標準語としては基本的には4月2月4月ですね、もうこれはね、これいろんな言葉がもう平板化とかいろいろ変わってますけど、はいはいはい、まあ、逆にこれはね頭高に変わってます、これ絶対ありえないよ、これ声優業界でもよくこの話になって、そうなんですね、絶対おかしいよなって、みんなで気持ち悪い気持ち悪いって話してるけど、若手はいいんじゃないですかみたいな感じになって、あ、でも私も山田さんに言われなかったら気づかなかったんで、でもこれ友達とかもね喋ってて、あのこの間さ 4月にさとか言われて、私が言ったんですよ、これ4月ねって言ったら、うん、ロビンそんなこと言う子だっけ、だ俺はだから、ね、4月2月を認めない会の会長になりたいぐらい、いや本当に、ね、私はもう多分入りました、まあ、他いろいろ間違ってるのにね、あれですけどね、片足入れてますね、うん、私全員も全員での全員はおかしいですからね、全員ですからね、怖いな、怖い、さあよく言われるんですよ、ディレクターさんにも、今度やったらどうですか、正しい日本語講座山寺公、いや、そこまでじゃないんですでもこの2月4月だけはね、ね、お願いします、いや、もう一ついいですか、はい、あ、これ私聞きたいな、山寺さんのラジオネームターニーさんから、春なので最近あった甘酸っぱい思い出教えてください、もう毎日が甘酸っぱい、最近ですか、甘酸っぱいじゃないですか山田さん、あ、めっちゃあるわ、嘘、この間、うん、あのお仕事したらですね、うん、そのあのお仕事を初めてした方だったんですけども、うん、これ山寺さんよかったらこれっていただいてものして、嫌な初めてのにね、お仕事いただいたように申し訳ないなと思って、すごい素敵な方だったんですよ、年はね30過ぎぐらい、30半ばぐらいの方かな、はいはいはい、とても素敵な方で、いかがですかっていただいたんですよ、ドキドキしちゃって、うん、開けてみたら、うん、なんと白いイチゴ、え、うん、すごい甘酸っぱかった、うん、男性ですおじさんです、あ、若めのおじさんです、どうぞって言われた、 ありがとうございます、すいませんおじさんなのになんかこんなやつでちょっと、あら、いただいたら甘酸っぱかったです、味がね、あ、そういうね、逃げ、普通の逃げうん、ということ、あ、ここまでですか、ちょっとあっという間でしたね、これそうですね、まあね、6時台もいけるかもしれないしね、そうですね、はい、ありがとうございます皆さん、はい、ということで、じゃあ引き続きね、はい、これ広げてもいただきますけども、今日の運勢を公開もありますんで、大吉、吉、凶、大凶の四つの一人に当てはまるから、これも送ってほしいと思います、はい、そしてなんといっても、はい、この後6時台は街角 DJ 島ちゃんこと島村幸男さんが登場します、今日はね、うん、聞いただけではなんだか分かんないメニューをなんか広げてもらうみたいなこと言ってましたけど、
果たしてどこに、ね、どこに出没するのか。聞いただけじゃわからないメニューを出す店っていうね、すごい気になりますよね。外国どうなんだろうね。そちらもね、皆さんお楽しみに、はい、メッセージはベイラインアットマークベイ FM.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてってください。それから足首出しても具合悪くならない方法も教えてもらいたいな。教えて。時刻は午後6時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ6時台の頭、いつものようにこのコーナー行きたいと思います。はい、島村ゆきよ島ちゃんがいろんなスポットに新スキボス街角 DJ のコーナーでございます。はい、今日はどこに行ってるんでしょうか。ゆきよ、いやもうね、歩いてるともうね T シャツだけで OK よ。ゆきよです。やっぱり暖かいですか。まだそんなに日が ね、もう沈みかけてますけども、もう T シャツなんかもシャツインして歩いちゃってますからね。あら、いいじゃないですか。それシャツインおしゃれになる人とダサくなる人どっちかに両極端に分かれるからね。大丈夫ですか。シャツインさあ、ということで今日ね、聞いただけではなんだか分からないメニューを、山ちゃんとロビンに広げていただきたいと思いますよ。あ、初めてだな。ということでね、今日は習志野市の京成大久保駅から大久保学園通り商店街を歩いて7分のところにあります、麺屋西陣にやってまいりました。麺屋西陣でございます。麺屋ってこと、早速お店の方にお話を伺ってみたいと思います。こんばんは。こんばんは。まずお名前をお聞かせください。麺屋西陣の店主宮崎です。宮崎邦彦さん。はい、宮崎邦彦です。ね、どうやらですね、ものすごいベイ FM フリークなんですよ。あら、さらにね、ありがたい、ロッテのユニフォーム、これいつも着てるんですか。そうですね、夏で野球が始まると。はい、なるほど、開幕しました。ね、ただこれでもね、グレーのビジターユニフォームってこれね、ソロカーとかゴミ山とか黒木がいた頃ですよ。そうですね、はい、その頃のファンなんで。なるほどね。ってことはベイ FM フリークでマリーンズファンといったらね、ベイ FM の好きな DJ 誰でしょう。えへへへじゃなくてね、誰ですか。もちろん島村さんです。なんか全然入ってないっすよね。無理しなくていいんですよ、本当に。ね、山ちゃんとロビンもいますよ、スタジオに。よろしくお願いします。こんばんは、宮崎さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、じゃあ水曜ザ・ベイラインも聞いてくださってんのかな。はい、もちろんです。 ありがとうございます。これからちょっと野球が始まっちゃうんで、ちょっと野球優先しちゃうかもしれないです。でしょうね。繋いでください、繋いでください。このぐらいの時間が始まるから。さあ、こちらのお店、麺屋西陣、お店はオープンしてどれぐらいなんですか。そうですね、2012年の11月11日の11時11分にオープンしたんで、5年と5ヶ月くらいですか。はい、なるほど、位置にこだわっておりますね。さあ、そんな麺屋西陣ではあるメニューが大人気ということなんですが、その、メニューとは何ですか、宮崎さん。そのメニューとはダムカレーです。ん、出ましたよ、キーワード。何？ダムカレー。ダムカレー。山ちゃん、ロンちゃん、ダムカレーです。あ、ダムカレーね。気を入れて。どんな感じ？ロビン。あれだよ、だからダムカレーだから、すごいダムみたいに、こう形がね、もう見た目がインスタ映えしそうな、こうダム、ダムだなっていうことですね。そうなんですよね。ライスでもってダムを作ってんでね、カレーがこう溜まっててね、自分でこう崩してあーっと流れる瞬間がやっぱたまんないよね。最高ですよ。せき止めるというカレーがね、なるほど、見た目がね、広がりましたよね、確かね。ただそのダムカレーの話の前にちょっとね、お話聞きたいんですけども、なんだよ、宮崎さん、お店にダムの写真からダムカードっていうんですかね、いわゆるマニアックなカード、はい、たくさんありますけれども、ダム好き。そうですね、はい、ダム好きです。いわゆるダムマニアってやつですか。そうなんですね。皆さんから見ると多分ダムマニアだと思います。なるほどね。多分ダムカードっていうのは800数十枚ある中で500枚ぐらいあるんでしょ、もうここに。すごい。そうですね、今店内に466枚お客様からいただいたカードを含めて、はい、展示しております。あ、さあ、ということで、そのダムカレー、まあ、ロビンが言いましたように、ですね、ご飯で、上流のカレーをせき止め、ダムとして、これ下流は流れてないという、まさにダムを模したカレーというのがダムカレーですよね。あ、ね、はい、そうです。あ、やっぱりそうなんだ。もろその通りだ。大抵みんなそう思うよ。リスナーもみんなそう思ったと思うよ。なんですが、なんですが、そんなダムマニアの店主宮崎さんが
2年7ヶ月の歳月を費やして完成させた、はい、ここだけのオリジナルダムカレーがあるんです。そのメニューを教えてください。はい、そのメニューとは重力式ダムカレーラーメンになります。さあ出ましたキーワード、重力式ダムカレーラーメンでございます。お願いします。山ちゃん、ね、どうなのよ、まあ、重力式っていうぐらいだからね、まあ、ダム基本的にこの水がね落ちる、その重力で落ちる、その勢いでもってほら、うん、そうだよね、で電力発電するわけじゃん。そうだよね、だから ここにラーメンがあるわけですよ、うん、ね、ダムカレーラーメンだから、うん、だからあのあれですよ、ダムの上の方にカレーとラーメンを入れてっから、うん、ね、だからダムから、ね、こう出てくるのはカレーのルーだけで麺が上に残って、うん、で流れた麺にあカレーにつけ麺みたいな、うん、ポイントとしてはね、逆にめんどくさいみたいな。ちょっとロビンどうなの、ロビン、うん、ね、確か俺そう、重力式だよ、重力式、重力式だからね、重力式、うん、だからどんどんだからあれだよね、お皿がすごいんじゃない、お皿がどんどんお皿もすごい下がってってさ、こう、うん、なんて言うんだろう、食べるんだけど、ですね、ダム好きにとっては重力式といったらもうあれということですよね、根崎さん。そうだよ、俺も、ね、はい、ダムはね、かなり多くあるダムの形式になります。そうだよね、重力式ダムカレーラーメンとは一体どういうものなんでしょうか。そうですね、あの重力式 のダムっていうのは、うん、ダム本体の重さで、うん、水圧を受け止めるんで、うちの場合ですと、うん、それがカレーになるんで、うん、ダムがライスなんで、ライスの本体の重さで、カレー圧を受け止めるっていう風に考えていただければすいません、はい、宮崎さんの説明でもいい、分かりませんでした分かりませんでした。あのね、通常それ以外にもアーチ型ダムっていうのもあるわけですよ ね、 そうですね、はい、アーチ式ダムカレーと、はい、あとロックフィルダムカレーチャーハンっていうのもあります。こういうのも全部カレーで再現することができるということなんですけども、さらにカレーなんだけどもラーメン。そうですね、はい、うちラーメン屋さんなんで、はい、カレーの中に麺が入ってます。カレーの中に麺。さあということで説明と、ね、広がりと さらにじゃあ島村が試食しますよ。いや、めっちゃ気になる、重力式ダムカレーラーメン。これやるけどどうやって食べたらいいんですか。お腹空いてきた。そうですね、まあ、お客様 の好みなんですけど、まずは一応上からこう器を回しながらこのダムカレーをちょっと鑑賞していただきたいなと。しっかり僕 ね写真撮りました。じゃあその上流のこれ器もね、上流のカレーの部分の方が少し大きく高くて、いわゆるなんていうんですかね、サイクル レーシング のヘルメット逆にしたような感じですよ、これねそうですね、はい、上流側の方が面積が広くなってるんで、はい、じゃあちょっと今日は放流しますか。はい、ぜひ。どういうことなの。じゃあ重力式ダムカレーラーメン、放流しまーす。放流します。放流。あ、まあ実際音はしないからね、ドバーってしないからね、はい、いやこれね、なんていうんですか、カレーのルーが結構重ためで、うん、どっちかっていうと決壊しちゃったんですけど、うん、そうですね、不謹慎ですけどこれは決壊ですね間違いないです。ダムじゃあ、ダムですね、うん、はい、重ためです、うん、それではじゃあ僕その、うん、中に今カレーの中に箸を刺しますとですね、うんうんうん、結構な量の麺が出てきました、そうですね、はい、中に入ってる、結構カレーの中に麺がたくさん入っております、はい、うん、じゃあこの麺、カレーラーメンいきますね、うん、ありがとう、うん、うん、あ、おいしいですね。 ありがとうございます。さらにこのルーを乗せて、ダムであるご飯をいただきます、うん、あ、うん、ご飯もある、うん、うん、そうそう、ダブル炭水化物。そうですね、はい、炭水化物ですから、はい、そうだね、 かなりお腹膨れると思います。でもどっちも食べたくなる時あるもんね、食べたい。でもこれって今写真来た、その2年7ヶ月考えたのって何が一番重要なポイントだったんですか。どの分がどうだった。そうですね、やっぱりすごいカレーですね、麺に合うカレーを作るのにちょっと時間がかかって、はい、うん、でカレーのルーが完成した後はダムでライスがダムなんですけど、そこからこうルーが出ないように、はい、そのとろみをどのくらいにするかっていうので時間がかかりました、ね、なるほど、はい、これなんかその試作の中でかなり柔らかいサラサラのルーだと流れてくるんだけれども、ご飯に麺が絡まっちゃって止まっちゃうみたいな。そうですね、はい、ご飯からもうルーが染み出ちゃうっていう感じだったんで、はい、それでね、これご飯このね、ダムカレーラーメンを食べるとですね、なんか認定証みたいなのがもらえるんですか。
そうですね、頼んだお客さんには当店オリジナルの ダムカレーラーメンカードを差し上げております、ね、はい、オリジナルの、うん、カードがもらえるんですね。はい、そうです。でさらにね、これみんなで作る教室もあるんですね。そうですね、はい、14時からですけどダムカレー施工教室っていうのを開催してます、うん、実際にそのご飯と麺とルーが別々になっていてそれを自分でダムを作るわけですか。そうですね、ちょっと麺の方はないんですけど、はい、ご飯をとカレーでお客様がそのダムの形式があるんですけど3種類の中から選んでいただいて、はい、それを私が作り方をレクチャーしてそれでお客様に作っていただくって形ですね、はい、今ダムっていうより僕の方が結界で滝のような汗が出てきちゃったんですよ。ちょっと辛めの、カレーなんでね、うちは、結構辛いの弱いんですけども。でダムカレー施工技術士認定カードというのももらえるということなんですね。一緒に作るとね。はい、そうです、はい、無事にダムカレーを施工できたお客様には認定証を差し上げております。でさらに、まあ、ラーメン屋さんだっていうことだったので、うん、ダムカレー以外にもなんとスタップラーメンあるんですか。まあ、やっております。はい、1ヶ月に1個くらいしか売れないんですけど、はい、スタップラーメンありますってやつですよね。そうです、スタップラーメンあります。スタップラーメン、スタップの S は何ですか。 S は白髪ネギの S ですね。 T は T は、味付け卵の卵の T ですね。 A は A はアサリの A ですね。B は B はポテトですね、はい、斬新でございましょう。スタップラーメンもあるんです。白髪ネギ卵アサリポテト、おいしそう、いろいろ入ってんの。スタップラーメンあるんです、はい、そんなに入ってんの。ぜひね、ダム好きの方ももちろんラーメン好きの方もこのすぐ裏手がもうね日大だったりね大学ありますもんね。そうですね、はい、日大と東邦大学と、はい、2つ大きな大学がありますので、なるで、ね、学生さんもたくさん来るということで、ぜひちょっと宮崎さん PR をお願いします。お店の ありがとうございます、ダムが好きすぎてダムカレーラーメンを作ってしまった名誉詩人の宮崎です。ダムカレーラーメンの他にアーチ式ダムカレー、ロックフィル、ダムカレーチャーハン、大和田排水機場カツカレーと4種類のダムカレーをご用意しています。気になる。なんだそれ、なんだ最後のカツカレー。いや、見てみたいし、はい、食べてみたい。今回ダムカレー類を食べていただきますと、うん、オリジナル、キラキラダムカレーラーメンカードを差し上げております。オリジナル、じゃねえつみながら、オリジナルなんだ。キラキラですよ、キラカードですからね、キラカードがオリジナルで作ったの。うん、はい、すごい。あと店内には、うん、店名にもなっております、うん、パチンコメーカー西陣のレトロパチンコの羽物を無料で打てる遊戯室もご用意してます。ちょっと待って、西陣そっちから持ってきたの。そうです、パチンコの西陣の、はい、それを店名にしたんですか。そうなんですね。そうです、はい。なんでダム好きなのに。パクっちゃいました。まあ、取った後一応メーカーの方には許可は得ましたけど。大丈夫ですよね、はい、店内にメーカーから送ってきたパチンコメーカーのポスターとかも貼っておりますんで。面白い、はい、なのでダムだけじゃなく、うん、宮崎さんにもぜひ会いに来てください。そうだね、会いたいですね、はい、いいですね宮崎さん。ということで今日はですね、京成大久保駅からですね徒歩7分のところにあります、うん、メイン屋西陣からお届けしました、うん、宮崎さんどうもありがとうございました、うん、ありがとうございました。以上ゆきおでした。はい、ありがとうございました。でもそんなダム好きならなんでいきなりカレー屋さんじゃなかったんだろうね。そうですね、基本麺屋だからラーメン屋さんなんだよ、うん、でダムカレーやってんだけどダムカレーラーメンもやってんだよ。いやすごい、ラーメン屋さんだからメニューが豊富ですね、うん、これ最後におっしゃってたの分かった。重力式ダムってのはだからコンクリートの重さでそのまま水圧に耐えるってやつだから、ご飯をしっかり固めてっていうことなのかな、うんうんうん、固めすぎると美味しくなくなっちゃうから程よいのを開発するのに2年何ヶ月だったのかな。あ、はい、そういうことか。その中にアーチ式ダムカレー、これアーチの形してる、大体分かるけどロックフィルチャーハンダム、うん、大和田排水機上カツカレー、カツカレーもありましたね。さっぱりわかんないからね、行ってみないとですね、うん、これはまずこの大和田式の方をちょっと調べてみてから想像してみるわ。そうですね、いやーねー、宮崎さんユニークな方で、いやでもカレーもラーメンも非常に美味しそう、うん、ぜひ行ってみたお店です。ありがとうございました。ありがとうございました。さあこの後はね、いつものように今日の運勢を公開いきたいと思います。あなたの今日の運勢どうだったのか自分で判断してみてください。大吉吉凶大凶四つ星どれに当てはまるかぜひエピソードともに教えてください。はい、アドレスはベーラインアットマークbayfm.co.jp b-a-y-l-i-n-e アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。ああ、ラーメンとカレー食べたくなった。ということでここで一曲お届けしましょう。本当お腹空いてきましたね。もうラーメンといえばやっぱりこの曲でしょう。
小町ファクトリー、ラーメン大好き小泉さんの歌。4月に途中いたしました。新生活始まりましたよって方も多いと思います。ここでベイ FM からスペシャルなお知らせでございます。チャレンジの春、アクティブに楽しみたいあなたに届けるスペシャルな1週間、ニューベイニューライフベイ FM パワーウィークが4月16日月曜日からスタートいたします。各番組スペシャルな企画をスタンバイ中。このザ・ベイラインでもこれまでに番組を聞いたことがある方も、4月から聞き始めたなんて方にも楽しんでいただけるような企画を準備中ですので、楽しみにしててください。豪華プレゼントも期待しててくださいね。ニューベイニューライフベイ FM パワーウィークは4月16日月曜日から、絶対にお聞き逃しなく。The Bayline。まずは山寺と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ、広げて話というかですね、さっきからの4月2月問題やった後にパワーウィークのさっきちょっとやりましたけどね。そうですね、ちょっと意識しちゃいました。4月16日これ他の曜日っていうかね、ベイフェムでも4月2月って人多いと思いますよ。そうです、アリコンは確か2月っていつも言ってた。そうなんですね、それはよく覚えてた、アリコンと思って。でもだんだんそれが多くなってくるとそうなっちゃうのかもしれませんよ。いや、ね、アクセント自体も変わるかもしれないです。教えてくれないですもんね、そういう言葉のイントネーションで。だってロビンさんは他局でラジオで、うん、ロビンさん4月だよって言われて直されたでしょ。4月って、そう、私4月って意識したら多分4月だよって言われたこともあって、うん、どっちが正解なのか分かんなくなっちゃったんですよね。やっぱあと CM とかね、いろんなのの影響ってね、やっぱり放送とかもあるからね、こう影響ってね、あるからね。うん、僕どうしてももう許す、ま、ダメ、納得できないんだよね。2月4月がじゃあこれからね、気をつけていきましょう、ね、皆さんで一緒に。みんなチェックしよう。ベイラインの DJ をチェックしてくれ、みんなにね、毎日読むからこれを山寺チェックやらしいって、さあ、はい、ちょっと紹介しましょう。いいですか、はい、じゃあ私からラジオネーム、ガイゼリックさんからいただきました、ありがとうございます。釣ったら痛い箇所ランキング、私はあらゆる場所を釣った経験がありますが、メジャーなのはふくらはぎ、足の裏、うん、手の指などでしょうか、うんうん、私的に釣ったら痛い箇所ランキング1位は太ももです。めちゃくちゃ痛いし直し方もよく分かりません。そんなもんで太ももが釣るとパニックになりますですって。太ももね、太ももを釣った時はまあありますか。そんなにないけど、うんうん、太ももが痛くなった時にストレッチしようと思うことあるからね。その時はもちろん、まあ、正座みたいにして、はい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 、片足を正座にして、うんうん、仰向けに寝るのがいいんじゃないですか。ああ、それ伸びますね。ね、で片方は伸ばして片方を、はいはいはい、痛い方をグッと伸ばす。 それかちょっと斜めに寝て、足首のところを手で持ってグッと後ろに反らすっていう寝た状態でね。なるほどなるほど。立ってる状態でもできるけど、それねどっかについてね。あと僕ねたまにね、あそこが向こうすねがつりますね、すねの部分。すね？すね。すねつるんですか？すねがね、足首を激しく動かしたりした後とか、すごい疲れてる時に車の運転でブレーキとかアクセルとかをすごく長距離で運転したりして時にすねの部分つることがあって、履いてる靴もあるんだけど、それはどうしたか分かんなくて調べたら、こうやりましょうって靴下を脱いで、靴下を脱いで立ってどっかに支え持って足の甲の方をグッと、地面につけてグッと反らす。ああなるほど、甲の方を、甲の方を地面につけて、ああ対策、そう靴脱いでね、うん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 、やると伸びるね。へえ、うん、やっぱつるのってその普段動かしてなかったりストレッチ不足が原因だったりするんですかね。ねえ、あと僕はよく靴紐とか結ぶときにお腹のとこでつる、うん、これは確実に筋力不足だね。腹筋鍛えてないっていう、山ちゃん横隔膜の近くがつることがある。靴ひも結んでるだけで痛ててててててね。そうなんだ、うん、足の裏は何か知らないけどよくつる。うん、鍛えてない証拠ね。じゃあもう一ついけますかね。もう一個言っていいですか、はい、あーこれロビンさんにかな。何ですか。元気出していきましょうさんからいただきました。23歳の女性です。ありがとうございます。昨日彼氏に振られました。あさって誕生日なんです。後悔はしてませんがなんとなく寂しいです。早くいい女になって後悔しますように。あ、これ振った彼氏のことだな。
なるほどね、な後悔しますようにっていうことかな。いや私これ言わせてください。言ってください。あのよくあるじゃないですか、その自分が振られて、うん、綺麗になって、うん、元彼を見返したいって、うん、まあ、よく聞くんですけど、うん、私そんな振った男のために頑張ってもしょうがないと思うんですよ、うん、もう自分が綺麗になってもう うん、その人のために頑張ってるのってちょっと嫌じゃないですか。結局、うんうんうん、気持ちがちょっともちろん好きだったからしょうがないけど、うん、もう全部スパッと切り替えて、うん、もう次の人を見つけてその自分 の恋をしなくても、うん、明るい未来を妄想して想像して、うん、そうやって綺麗になった方が楽しいと思うんですよね。あ、そうだね。あのあいつに見返してやるって気持ちはなくした方がいいと思います。でもきっかけとして、あ、きっかけとしてね、まずモチベーショングッと上げるために見返してやろうって言ってるうちに、はいはいはい、自分に磨き粉をかけてるうちに、ね、いろいろ周りも見えてきたり、うんうん、周りのも変わったりすると、うんうんうん、そっちの気になってもいいんですよ、まあ、いいじゃないですか。もちろんもちろんきっかけとしては ね、いいと思うんですけど、でもそれいつまでもね、それ言ってんのは良くないもんな。そうそうそう、元彼の悪口とか言ってるのも嫌じゃないですか。昨日だ、そうだね、ごめんなさい、ごめんなさい、まだ気持ちの整理がね、ごめんなさい、ごめんなさい。そうなるよね、きっかけはそれでいいけど。そう、名前何でしたっけ。元気出していきましょうさんです。元気出していきましょうさんね、23歳です。いやでも絶対もう大丈夫ですからね、うん、またちょっと報告してください。はい、お待ちしてます。ございます、はい、ありがとうございます。皆さんこれ広げてメッセージ、この後は今日の運勢報告会いきます。 You are listening to Bazooka Yamadeyla Shoko Robin Okada's The Bayline。バスルカヤマダラと岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン、初めての人もいるんでね、何回も名前言ってますけど、はい、はい、この時間は今日の運勢を公開したいと思います、うん、まあ、朝の番組ではねよく今日の運勢なんてやってますよね、皆さんね、はいはいはい、うん、夕方のこの番組結果発表ということで、うん、今日のあなたね、これまでの時間大吉吉凶大凶どれに当てはまるのか、うん、自己診断していただいてエピソードを寄せていただきました。はい、それでは紹介していこうじゃないですか。ロビンさん、いいですか、皆さんの今日の運勢発表していきたいと思います、はい、まずはラジオネームたけちゃんの今日の運勢は大大吉。大大吉、大大吉ということで、今日は4月4日、うん、娘の23回目の誕生日でございます。23歳、うん、大きなシャレオツなバースデーケーキも無事ゲットできました。シャレオツ、3人の子供の母親としてこれからも頑張るよとお二人からのエールお願いしますって来てます。あら、いやーすごい。23歳のお子さんは何番目なんですかね、3人のうちね。そう、確かにちょっと気になりますよね。いやーでも、大きくなっても大きくなってもって知らないし最初からね大きくなって、うん、23歳よく育ったね、もう当日ですか、本当に娘さんお誕生日おめでとうございます、ね、4月4日おめでとうございます、ハッピーバースデー。そしてお母さん、お母さん何を送ってくれたのね、お母さん本当によく育てた無理せずこれからも、うんうん、親孝行いっぱいしてもらってください。はい、してもらってください。さあ続いてはこちらでございますね、ラジオネームターニンさんの今日の運勢は吉。明日から地元で行われるイベントで4日間出店をするのですが、お店を出すんですが、はい、今も準備でバタバタしております、はいはい、しかし目処がつきそうなので、なんとか無事に本番を迎えられそうです。看板も思った通りにできました。やったー。何のお店か全然わかりませんけど最近ラジコの有料会員になって遠い三重県からでも聞けるようになりました。嬉しい。なので今後も楽しませてもらいます。あら、ね、三重県から聞いてくださってるの。三重県からねえ、地元で行われるイベントに三重県内のやつだったんですかね、ねえ、お店のも頑張ってくださいね。え、準備が忙しい中メッセージありがとうございます。そうですよね、バタバタしてる中ありがとうございます、ね、三重から、はい、じゃあ続いて、うん、ラジオネームマニアさん、27歳の女性の方の今日の運勢は今日。朝からいろいろと抜けて職場で注意されてちょっとショック。仕事でな。あとはなぜかふわふわとした感情でいました。ふわふわ、春だからね。これは春のせいですかねって。だね。ねえ、うん、そっか、いろいろ抜けちゃったんだね。うんうんうん。まあ、4月になって新しい環境になってね、うん、こういつもと違う自分になっちゃう気持ちもね、わかりますけど。うん、まあ今日はしょうがねえさ。今日はしょうがない。今日はしょうがねえ。しょうがないと。しょうがねえよ。明日からまた。そうだ、くよくよしたってしょうがねえね楽天イーグルス4連敗してくよくよしたってしょうがねえ。切り替え大事なんだよ。それ山ちゃんね。切り替えが大事なんだよ。おい、みんなこっちも切り替え大事だよじゃあマニアさん、明日から切り替えて引きずってしょうがねえんだよ終わったこと言ったってしょうがねえんだよ一番ネチネチしてるの山ちゃんだからそうなのよ、引きずるタイプなんだけどね。いいんだよ
ダメ勝負取り返せ。頑張って。明日取り返せ。ね、続いてマキーンさん、この方の今日の運勢は大凶。ベーラインに送るメールを打っている最中に別のネタを思いつき、打ち終わったらもう一通送ろうと思っていたのですが、一通目を打っている5分くらいの間に書く内容を忘れてしまいました。せっかく面白い爆笑ネタを思いついたのに、山寺さんとロビンちゃんをホークゼットさせることができず残念でなりません。そしてこのメールによって自分でとてつもなくハードルを上げてしまい、内容を思い出しても送れなくなってしまったので大凶です。あら、忘れちゃったんですね。1個打ってて次のネタ、うわ面白いと思って思いついたんだけど忘れちゃったと。それも聞きたかったな。でもなんだよと思ってるうち思い出したんだけどなんかダメだったっていう、ね、あるねそういうのね。すぐ忘れることあるよ。忘れちゃう。僕おとといです。うんね、吹き替えの仕事してました、はい、朝おはようございますってみんな入った。おはようございます。でここに座った、うん、でカバンは自分の席のとこ狭いが置けないんで向かいの壁のとこに置きました、うんうん、ね、でああと思ってカバンの中に何か取ろうと思って、うん、カバンに5歩ぐらい歩く途中でおはようございますって入ってきた、うんうん、ね、共演者に話しかけて、はいはい、ああおはようって言ったの。でカバンに着いたら俺何取ろうとしたんだっけって忘れた。だから2歩歩いておはようって言って、おはよう1、2って2歩しか歩いてないのに忘れた。もうね、忘れた年だよ。それも思い出しました。でもこのそれに比べたらネタ5分あったらいろんなこと忘れるよ、ね、忘れしょうがないよ。しょうがないやってんだ。おはようって言っただけで忘れたんだよ。びっくりしたよ。それはすごいね本当に、うん、喉飴を取るが正解でした。ちっちゃかった、はい、じゃあ続いてラジオネームシャケちゃんの今日の運勢は大吉です。おめでとう。おめでとう。おめでとう。今週はなんだかバタバタするし、うん、無理やりバタバタしてんな。無理やり仕事を押し付けられたりしました。押し付けんのかよ。が、うん、明日から母と石垣島に行くのが、うん、石垣島これからの楽しみを込めて大吉です。石垣島雨っぽいけど初めて行くので楽しんできます。あーいいとこだよ。お二人は石垣島好きですか。好きだよ。僕も石垣へ1回かな。石垣からまた違う島もあるけど、石垣に泊まったの1回かな。すごい宮古島の方よく行ってますけどね。あーそっか、石垣もいい場所ですよね。いいよ。海も綺麗だしね、うん、私も1回だけ写真集の撮影で行ったことがあるんですね。あらそう、だいぶ前、もう何年前だったよ。いや天気もいい。僕ね、石垣の天気は、あ、入れてないな。あ、宮古島入れてるわ。宮古島23、あ、まあ東京と関連、あんま変わらん。あ、そうなんですね。ちょっと関連。いやでもいいじゃないですか。ねえ、もう母と空気がぜひね、お母さんと楽しい沖縄旅行を過ごしてくださいね、うん、ね、石垣島楽しんでください、うん、それではこの方最後かな、運勢男は、はい、ダブルツインセカンドさんの今日の運勢は、大吉。やったー。毎日嫁さんに弁当来られて28歳、うん、嫁さんに弁当作ってもらってるんですけど、今日箸が入ってなかったんです。あら、お箸一瞬なんだよ、もう箸なんだよと思ったのですが、ふと、うん、毎日お弁当を作ってもらってる嫁さんも、ね、作ってくれてる嫁さんも大変なんだなということを思いました。あ、嫁さんへの感謝を思い出させてくれた日なので大吉です。あら、帰ったらいつもありがとうって言ってみようかな。いやー照れくさいなーと言って言って。あら、箸がないことで逆に、ふとあれって、箸忘れるってことはね、いろいろバタバタしたのかなとか思ったんでしょう、うん、ほんでありがたさを実感したとい う, もうそうやって思ってくれる優しさが素敵ですよ ね。確か前ね、有名な話ですけど、関根勤さんもね、うん、ね、まりちゃんと、あの関根勤さんが、あのまりちゃんから聞いた話ですけど、うん、ね、ある日ね、美味しいパンを食べてる時に、あ、いつもね、僕のために用意してくれてありがとうって思ったから、ずっと思ってありがとうって言ったら、電話してありがとうねって言ったら死ぬのって言われたっていうね、あの有名な話がありますけど、そうなってもいいじゃないですか。それでもね、ありがとうって言葉は、後に関根さんに確認したら本当だって、あ、そうだ、また話してくれましたんで、あんた死ぬのって言われたって、ありがとう言っただけで、急にありがとう言ってきたから。いやでも言った方がいいですよ、ありがとうはね。そうだ、ありがとうよ。ありがとう言ったで。ロビーなんかありがとう、本当に。いつもありがとう、山ちゃ ん、ね、本当に。妻の漢字とかね、わざと間違えて変なね、かかしを暗算、わざとじゃないんだよ、暗算ことか言ってくれてありがとう。わざとじゃないんだよ。ということで、
皆さんね、まだまだメッセージ送っていただきたいなと思います。アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE@BAYFM.co.jp までお待ちしています。それではここで一曲お届けしましょう。テト忘れた。さあ、海浜幕張にありますベイ FM から生放送でお届けるザ・ベイライン、ラストですね、今日リリースされたニューアルバムビッグエールからいきましょう。ユーズ歌エール。Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved by you just. バズーカ山寺と岡田ロビン翔子でお送りしてきたザ・ベイライン、エンディングのお時間となりました。ね、今日はね、広げてとちょっとチャレンジ企画みたいでしたけど ね、いかがでしたか、ロビンさん。いや、ドキドキしましたね。やっぱいつも山田さんに助けていただいてるんだなっていうことがね。いやいや、こちらこそですよ、本当にね。ロケットストーブの時どうなるかと思いましたけどもね。ストーブが飛んでいくわけがないんですよね。相当薄味の感じのね、トークが繰り広げられましたけど、こんな感じでやってますんで、皆さん、はい、どしどしってこれからもね、どしどしとね、メッセージをお寄せいただいて参加していただければと思います。上げ足取るんだから、山ちゃん本当に大好きなんです。さあ、明日のこの時間は伊豆の亮さんと鈴木明恵ちゃんのザ・ベイラインです。はい、4月からプチリニューアルしてお送りします。プチリニューアル、どんな感じなんでしょうか、ね、こちらもお楽しみに。はい、そしてベイ FM コラとシリからはインターエクスプレス DJ は門脇智子さんです。こんばんは。私も足首問題よくわかります、嘘でしょ。え、門脇さんも？女子は大抵大丈夫でしょ。いや、あ、いや、とんでもない。女子こそ、そうなの、冷えに気をつけないと。そうなんだよね、そうなの、やばいわけですよ。だけどやっぱ今日みたいにあったかいとね、やっぱりこうデニムとかもこうロールアップしたりね、そうだよね、してそれでパンプス履くみたいなやりたいわけじゃないですか。おしゃれ。ロビンなんて短パンだから。いや、もうね、それやっちゃうとスタジオの中で本番中とか足首冷てーの。そうなんだね、外はいいけどね、冷房ですよね、問題はね。そう、真夏も同じことなんですよね。だーだー、やっぱそうだ、ね、どうしてんですか、どうしてんですか。いや、だからやっぱりもう本当に本番中とか誰にも見られない時には、なんか足首ウォーマーみたいのあるじゃないですか、うん、そういうのをその時だけ、そう、足首だけの、そういうのを、つけたり、女性がやるとね、確かに、うん、とはいえね、やっぱりじゃあ足首出すなよって話なんですけども、やっぱりおしゃれとしては ねやりたいわけだから。おっさんでもそうなんだからな。でもロビンちゃんが言ったようなおしゃれは我慢、おしゃれは我慢、それはロビンちゃんの年代ならできるわ。本当ですか、年齢差のね。本当ですか、大人になったらあんなことやってたらね、うんうん、そうなんだよ、よろしくないわ。そうなんだ、ピーポンピーポンなってる。体調大事だからな。いろんなこと言ってらんねえんだよ。足首はでかいんですよね、見た目より健康だ。ちゃんと温めることが大事なんです、見た目より健康なんだ。そうだそうだ、ロビンちゃんだって今のうちだけだ。そうシュートすると暖かくなるやつとか欲しいな。怖いよ、ほんとね、足首問題がありますからね、今日も足首気をつけながら頑張ってください。あの、さすりながら、温めながら、ね、お届けしていきたいと思います、インチャーエクスプレス。さあ、レッツトーク、今週のテーマは新年度始まったばかりということで、ラジオネーム物語、皆さんのラジオネームはどういう由来で付けられたのか、どんなストーリーが裏に隠れているのか、なるほど、その辺を多くの皆さんに今日も語っていただきたいと思います。さらにはサントラ特集もありますので、お見逃しのないように。はい、この後頑張ってください、はいはい、お願いします。ラジオネーム物語ね、まあ我々ラジオネームっていうよりもね、はい、DJ ネーム的な感じで私もやってますけど、そうですよね、バズーカ山寺っていう ね自分で考えろって言われて、これはねえだろうと思ってふざけて書いたらこれだって言われたんです。偉い人に。そのまま26年間ずっとやってるんですからね。ロビンさんはね、そう、私はありのまんま、岡田はちょっと芸名 ですね、つんくさんに言われてね、短くなりました、はい、お相手はバズーカ山寺と岡田ロビン翔子でした。バイバイ。